ミスターパイソンのプログラマー格付けチェック、超初心者向けジェイソン編。早速第1問いくぞ。このプログラムを実行すると100が表示された。この時ハテナに入るコードは何じゃ。答えは2じゃ。1や3を選んだ君は串刺しの刑じゃ。わしの名はミスターパイソン。君のプログラマーレベルを判定する格付けマスターじゃ。今回のテーマは超初心者向けのジェイソンじゃ。どれも簡単な基本問題じゃから間違えたら命がないものと思え。さあ1問目はジェイソンの読み込み方法の問題じゃ。答えが1のロードか2のローズかのどちらかというのはピンときたじゃろ。どっちを使うかは元データの形式による。ファイル形式を読み込むならロード、テキスト形式を読み込むならローズを使うんじゃったな。つまり正解は2となるわけじゃ。こんなところでつまずいていたら話にならんぞ。さあ続いて第2問。このプログラムを実行するとどうなる。答えは3のエラーじゃ。1や2を選んだ君は釜茹での刑じゃ。この問題を間違えた君はジェイソンと辞書をごっちゃにしているぞ。値がないという状態を表す none はジェイソンでは解釈されない。ジェイソンで none の代わりに使うのは null じゃ。つまり正しくはこういう書き方になる。おっと、あっという間に最後の問題じゃ。第3問。プログラムを実行すると次のような5行のテキストが表示された。この時ハテナに入るコードは何じゃ。答えは1じゃ。2や3を選んだ君は四柱引き回しの刑じゃ。最後は辞書からジェイソンへの変換方法の問題じゃ。ジェイソンにするにはダンプを使うのじゃが、インデントイコール2を指定すると開業してインデントにスペースを2個入れてくれる。こうすることでジェイソンが読みやすくなるわけじゃな。ちなみにわしがよく使うオプションは ensure ASCII イコール false じゃ。日本語を含む辞書をそのまま変換すると読めなくなってしまうが、このオプションをつけると文字化けせずにジェイソンにできるから便利じゃぞ。さてここまでジェイソンの問題を全てクリアした君の格付けは3代目ジェイソン・ル・ブラザーズジア。流星のごとくスタープログラマーへの道を駆け上がるんじゃ。1問でも間違えた君の格付けは薄切りジェイソンじゃ。わーい、ジャパニーズピーポー、なんでこんな簡単な問題も解けないんじゃ。今回はここまでじゃ。全問正解した君もうかうかしてたら痛い目を見るぞ。ちゃんとチャンネル登録をして次回の格付けに備えるんじゃ。いいな。それじゃまた、アディオース。大変です。ボイスアップラムが手掛ける LINE ゲームプレイルームのユーザー数が7万人を超えたらしいんです。なんだって。これは早く遊ばないと。